第261回あずま焼き物広場テレビジョン開始したいと思います。今日はですね、100体コーディネート全部見せます、を放送していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ニコ生流れておりますよ。大丈夫ですね。はい、流れております。ニコ生ありがとうございます、皆さん、今日はですね、先週からの続きということで、私たちね、着物サローネというイベントを、ずっとやってきましたけども、今回はその2段目ということで、10月のイベントの内容にですね、これはあずま焼テレビジョンでぜひとも放送したいという企画がありました。これはね、サブ D さんがね、ものすごい大変なこれの取材を、はい、やっていただきまして、この100体コーデもその中の一つ。はい、そうです。すごかったですか？もう圧倒されましたね。100体並んでるっていうのはすごい光景でしたもん、ね、そうです。これはね、毎年恒例の、はい、イベントに今なってて大好評なんですね。で、これ普通に100体のコーディネートが見れるっていうのが、まあ一番初めはそうだったんですけど、はい、あの置いてある場所がまたすごい。普通あんなところには置いてないですね。はい、皆さんね、どこに置いてあったかというとですね、なんとあれなんですよ、地下鉄の、はい、あれコンコースというんですかね、そうですね、歩くところ、改札を出てすぐの通路ですね、はい、すぐの通路のところにもうすでにいきなり着物のなんかこうコーディネート群がドーンと出てきて、それを皆さんがなんだこれはなんだこれって横を 見ながら、あ、こうなんか着物がたくさんあるなという感じで、今まであったクローズドな、着物サローネの中で見せてたものを、去年から外でお見せして、皆さんにたくさん楽しんでいただくと。で、なぜそういう企画をしたかというと、着物の今が分かると、はい、どういうことですかっていうことを言うとですね、なんかこう一般の皆様から考える着物のコーディネートっていうと、浮かぶのはなんかコーディネートっていうかね、着物姿ってどうなんだろうな、はい、モノトーンな感じというか、いや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 、着ぬものでしっかりしていて、そうそうそう、お出かけですか、うん、っていう感じのものですね。例えば振袖だとか、はい、訪問着だとか、はい、留め袖だとかが今までは多分ね、どんなところでも飾ってあったとかです、まあ、特に振袖が飾ってあること多いんですけども、はい、もうそれですとですね、なんか着物ってやっぱりこうなんだと、もうこんな激しい、あのすごいきらびやかなものだなっていうのは分かると思うんですけども、はい、いやいやいや、やっぱり今着物サローネはこれから未来の着物を提案したりとか、今の新しいトレンドを提案するっていうことで、今回も、新しい着物のスタイルを皆さんに提案しようというコンセプトで、着物サロンで実行委員会が、出展者を募ってですね、今をときめくメーカー、それから小売店とか、あと作家さんで、また面白いのがですね、ユーザーも、はい、中にはね、自分がこういうコーディネート出したいっていう人も、まあ、有料ですけども出してくださっていて、なんていうんですかね、多国籍軍って感じで見ていて非常に楽しかったですね。そうですよ、多分プチ D はまだ見てないでしょう。まだ見てないですね。そう、今日この100体コーディネート見ながら、まあ、プチ D はプチ D で感じることがあるし、私は私で感じることがあって、実は私もですね、僕は実行委員だったので、はい、スタブ D がこの100体撮ってる間、僕は、上で、はい、いろいろやってまして、全部見てないです。一応ね、ダーッと見ました。はい、あずま屋も入っております、当たり前ですけども、その自分のブースの周りは見たんですけど、実は今回ね、見切れませんでした全部で。私もまあいろいろバタバタしてたので、今日のこの放送が私も全部を初めて見るきっかけですので、はい、はい、で皆さんは特にね、もうこれはね、行った人か人しか見れないものがこのテレビジョンでは見えてしまうという、これはね、お金を払ってでも見れないですよ。いや、本当に本当に。ちょっと僕のやつがね、音が飛んでるかもしれない。ワクワクしますね。はい。やっぱりね、宣伝効果半端ないですよって来てますけども、皆さん、ぜひともね、その今の新しい着物のファッション、そういうのをね、
見ていただきたいと思います。で今日は1時間半みっちりこの100体やりたいと思いますので、皆さんもこのコーディネート好きだなとか、あれこれってどんな素材なんですかとか、私ができるだけお答えしていきたいと思います。わからないところはね、そこのお店のあれがあるので、後からそこのお店に聞いてもらってもいいと思いますし、私が聞いてみてもいいので、ご質問してみてください。さあそれでは、音こっち大丈夫なんで、うん、いけます。始めていきたいと思います。いいですか？はい。じゃあそれでは、皆さん、100体コーディネートの企画を始めていきたいと思います。用意ドンということでいきます。スライドショー形式でいきますのでね。はい。おお。このように地下鉄のコンコースにこう並んでた。この辺止めましょうか。ね。はい。ドーンと奥まで。あ、やっぱ僕の声がね、飛び気味ですね。ドーンと奥までこう、来てるので、なんていうんですか、地下鉄歩いてるといきなりこれがバーンと出てくるわけですよ。そういうところをね、ちょっと皆さんもね、想像しながら、これさすがサブリーのいいアングルだと。ありがとうございます。喜ばれてますけども、こんな感じでね、たくさん見れるようになってました。ね、これぞ室町の1と2分の間に飾っておりまして、こんな風なね、いろんなコーディネートがなんかこう、こっちもあっちも本当に1時間半で終わります。今から行きます。さあこの辺から入ってくるんじゃないかな。もうちょっとかな。もうそろそろ一つずつの紹介に移っていこうと思います。はい、これまず全体のこんな感じでしたよっていうところから、はい、5ブースあってそれぞれ14体ずつくらい、はい、あったと、はい、いうことですね。来ました。ここからですね、着物よろずやかしこ様ですかね。はい、はい、何でもない日の装いということで、今日は着物で出かけようと書いてありますけどね、はい、こういう感じで、やっていきます。ただしですね、これ全部読んでるとすごく時間がなくなってしまいますので、今回こういうのが出てきたら皆さんね、後からアーカイブも残ります。はい、読みたかったらこのアーカイブでね、停止とかやって読んでいってください。で僕らはこのとりあえずテーマとあれを読んでいって、内容はこの後からポチッといきますよ。もうこういう小紋、飛びから小紋ですね、これはね。おしゃれですよね、これも。もう王道の着物コーデっていう感じなんです、はい、これね。ザ着物という感じですね。これはザ着物っていう感じですよ。はい、次いきます。うん、こういうのはね、染め帯と言います。染め帯。はい、染めの名古屋帯と言って、まあ小紋の着物に染めの名古屋帯って言って、もう王道のコーディネートですね。上品というコメントが入ってますね。上品です。はい、こちら、お、三勝さんですね。三勝さん、はい、私の着たいカジュアル着物ということで、まあ、もともと三勝さんは浴衣のメーカーさんでありますけども、はい、最近ではこう今シルクウールと書いてありますからね、これ東屋でも扱ってますので、ぜひともこれね、カジュアル着物としてはシルクウール非常にいい素材なので、絹とウールが混ざっている着物です。はい、お値段も書いてありましたね。これほら、お、どっかで見たことがある。おー、これはうちで売ってましたね、これね。シルクール の着物です。絹が入ってるから意外とこう光沢感があって、よそ行きっぽく見えるんですけども、ウールですからこれ一重で実は冬でも着れる暖かさが、はい、十分暖かいですね。これシルクールちなみに持ってらっしゃいますよね。はい、私は羽織で作りました。はい、それもまあ、合わせ、完全な合わせじゃないですよね、はい、十分暖かいので、これ皆さんぜひともね、はい、こんな止めたで終わるのかなと言われてますけど、突っ込まれますね。初めの人たちは、ね、ラッキーですよね、止める。ワンちゃんワンちゃんの帯、これ木綿の帯です。はい、じゃあ次いきます。着物つぶさん、寒い冬の日も白クマちゃんと着物でお出かけ。上がちょっと切れちゃってますね。はい、証券、秋冬ということですね。はい、ちょっと上が切れちゃってますかね。はい、今確認いたします。はい、上がね、かなり切れてますね。はい、すいません、見切れております。はい、続けていきます。はい、はい、いきます。はい、こちら、はい、小紋の着物、すごいこれ上品でした。これすごくね、よく見てください。これよくこれ見ると実は模様がついてるのがあります。織模様、
はい、こういうね、あののっぺらぼうに見えないように着物ってこういうふうに、ね、折り模様がついてまして、おはしょりの下あたりが分かりやすいですね。これ分かりやすいでしょ皆さん、これ風車みたいな折り模様が出ております。コメントが、あ、もうそれは無視します。はい、はい、これ白熊、はい、白熊のざっくりとした、これは八寸の名古屋帯、これ実はモコモコな素材なんです。これわかります、モコモコっていうと、この白熊がね本当にモコモコしているような素材感であります。はい、はい、コメント無視、ガビーンと、はい、無視します。あ、これです、ワッカさんですね。続いてこのワッカさんはね毎年人気です。最近この数年非常にカジュアル着物の皆さんには、受けてますね、どっちかというとですね非常に新しい感覚です、どちらかというとですね古い技法ではなくてインクジェット染色って言われているものを結構利用して、かなりリーズナブルですよ。見てください、着物の値段とか読めますか。3万9000円と3万8000円。そうなんですよ、いきます。はい、どうですこれ。お、今時ですね。すごく綺麗でしょ。はい、これは何の柄ですか。これなんかどこかのお家、あの外国のあのうちのね、ヨーロッパの方 のこれすごく可愛いですよね。この帯すごく可愛かった。これもすごい良かったと思いますよ。やっぱお持ちの方いらっしゃいますね。あ、やっぱ数個持ってますって。はいはい、数個持ってると。はいはい、じゃあ行きます。はい、今度新宿津田屋さんですね、小売店さんですね。サンタさんようこそ、クリスマス装い、やっぱりこの時期がね11月ということで、はい、結構狙ってましたね。わあ、これはもうどう見てもこれ矢がすりの着物にこの帯合わせるんだって僕は思いましたよ。なんか矢がすりっていうと古っぽいイメージがあるんですけど、大正ロマンのね、はい、で一時期大正ロマンは流行ったんですけど、はい、でもこれはねもう全然色で持ってっちゃった、はい、赤と白と帯締めに緑を持ってくることでクリスマスカラーにしています。はい、そうですね。あ、今度次は、メンズの着物かな。あ、違いますかね、これは違う、広島デニム着物、着物で過ごす日常ということで、もうデニム着物ももう今ではねもうカジュアルでは当たり前になってきました。はい、デニムで着物を作ってしまおうと。でもね、これデニムに見えないんだけどね、これ。そうなんですよ ね全然見えないです、ね、今までこれデニムっていうとジーパンの感じがデニム着物だったんですけど、これはなんとね、デニムに見えない感じですよね。全く見えないんですね。はい、祈りの箱ということで、書を描く、これも可愛かったですよ。あ、そうなんですか。はい、これでもね、着物単物で20万ということで結構手がかかってますね。手がかかって、じゃあ行きましょうか。さっき4万2000って書いてありましたから、はい、どう違うのか。はい、ドン。あー、濡れかきみたいな感じなんですね。はい、ちょっとあれが早かったかな、僕らの設定がね、ちょっと切り替わりが早かったかな。はい、止めていきますね、大丈夫。これ手書きですね、おそらく手書きでこれ一個ずつ書いてるんじゃないかな。型じゃなさそうなような気がします、このにじみ方はね。はい、素敵ですね。素敵ですよね。こんな感じで今までは帯と着物こういうふうにね、なんか普通こういうボボこういうなんていうんですかね、細かい柄の着物にはちょっと大きめの帯がいいですよとか、無地形がいいですよって言ったんだけど、これわざとこう同じような感覚を合わせてきてますよね、はい、ただしまあ色はたくさん入れずにすっきり感を出して、なかなかこうコーディネートね難しいかなと思うんですけど、こうあえてこういうふうに同じものを当ててきたということですね。すごい今時な感じがします。そうですね、今時ですよね。はい、あ、このいいですね、このキャッチフレーズが、サクッと今日は着物、サクッとっていう言い方がねちょっと古そうですけど違うな日々楽しむ着物ということで、まあ書いてある通りね、ちゃっちゃと着るように、さっとセーターを着るように着物を着てほしいという提案ですね。はい、はい、どん。
うん、なるほど。チェックでね、ちょっとこうカジュアル。シンプルでいいですね。はい、シンプルで。でもね、みんな大体帯留めこうやってやってますね。なんかね、帯締めにね、三分紐に。最近ちょっとこの暇、あのこういう流行りなのかな、最近の流行というか、はい、で半襟がまた効いてますね、ハサの葉でしょ、おしゃれでしたね、はい、この帯留めがまた透明感の中にあれかな、はい、これはサブ D さんが見てたと思うんですけど、こういいですね、かわいいですね、かわいいアクセントレジンのような感じですかね、はいはいはい、はい、無地です後ろは。はい、同じ会社の方がもう一個ですね。わお、今度はこれ結城紬のコーディネートと来ましたよ。今改めて真綿のぬくもりを、すごい着物100亀甲宇宙始まり宇宙始まりって書いてありますけども、じゃあ見てみましょうか。はい、おこれはさっきと打って変わって大人な感じの、なんかこうマダムな、もうかすりがたまらなく美しいんです、はい、この着物。先ほどの着物がカジュアルにかなり振ってるのに対して、もうこれは王道、王道、もうこれは逆に20代30代の人だとちょっとまだ着こなせない感じの着物ですね、はい、これがかっこいいですね。結城紬ってやつですよね、これがね、あのこのかすりの感じがね、はい、で染め帯、帯の柄もいいですね。紬、はい、の着物にかすり、あの染めの帯っていうのはこういうことを言います。はい、続いていきなりパーリーナイトと、はい、パーティーと書かないとかまたいいですけど、パーリーピーポーですね。パーリーピーポーでパーティー、パーリーナイトの片寄せ羽っていうのは、ちょっと見てみないと僕もわからないんですけども、はい、こちら打って変わってオリジナル着物3万8000円ですよ。すごい値段だな。先ほどの着物が15枚ぐらいこれ買えちゃうこれもね、着物業界ならではいろんな値段帯の着物があります。はい、はい、いきます。ドン、おお、これも面白かったです。確かにこれなんかすごい片身代わりみたいな着物ですね。襟にこんな柄持ってったんだって逆に思いましたけど、ほら帯もね、これどっちかというとこの帯ね、着物業界の感じじゃないですね。ドレスのいわゆる洋服地の布のようなもので作られてますね、これね、おそらく。ちょっと僕はね、本物見てないんですが、はっきり言ったことは言えないせいで、この色の使い方が面白いですよね。ああ、でパーティー、これね、ちょっとハロウィン意識して、このコウモリかなんかが半襟もおしゃれですね。半襟がおしゃれでね、はい、羽織でも良さそう。これはおしゃれなお姉さん、はい、うん、ちょっとポイントのところをGD も取っ、アサブ D も取ったんですね。あ、帯素敵ですね。これ帯留め、帯留めのところでね、なんとこれ多分ひねってるんですね、三分紐。はい、色が反転してますね。はい、これ多分リバーシブルの三分紐の使い方、これいいんじゃないかなと思いますね。はい、帯素敵ですね。この帯の模様を出すために何枚も取り直しましたからね。なかなかこれ難しかった。飛んじゃいますからね、はい、ハレーション起こして飛んじゃうんだよね。帯素敵でやっぱり皆さん言ってますね。ドキッとするようなことですね。うん、見てます。はい、続いてモダンガール&カレンベルト、ベルトっていうのが書いてあるってことは、はい、もしかして、もしかして、はい、音楽のキレキレは、あ、すいません、僕が止めてるので音楽切れたりついたりしちゃいます、はい、ごめんなさいね。オリジナル着物サマーゼ、やっぱりリーズナブルですね、こちらの会社の。そうですね。あらま、これはすごい、これはすごいな。これ今回やっぱり目立ってましたね。これは、はい、今までの着物ではない感覚で、しかもこの半襟も帯も、なんでこれ、あの帯揚げも、帯揚げも、帯締めも、ベルトの色に合わせて、はい、こういう合わせ方は今まではタブーだと言われてきました、はい、実はこの業界で。とてもおしゃれだと思いますよ。はい、ドンと近寄って、さっきの帯と、さっき白地だったのこれ黒地の方に変えた感じで、はい、いやこの合わせはなかなかできないとは思うんですけども、こういうのもパーティーだったらいいんじゃないかなっていうところでしょうね。何より半襟がね、モコモコ、半襟モコモコなんですよね。モコモコなんですよ。素敵、目を引きますね。はい、はい、ちょっとピンボケたかな。ピンボケしました、はい、申し訳ありません。いえいえいえ、はい、これふわふわ、はいね、
このベルトっていうのはこの柄がベルトになってるんですね。そうなんです。ただの赤と青のラインではなくて、うん、はい、ベルトなんですね。ベルトの柄なんですね。多分次の画像でアップが来ると思うんですけど、はいはいはい、来た、ね、これ帯かっこいいですね。この帯ね、来た、これこういうことですね。こういうことか、はい、ベルトをつなぎ合わせてあるんだよねっていうね。かっこいいですよね、はい、おしゃれですね。多分あの新しいインクジェット染色だと思います。はい、こういうデザインすごい好きです。あ、そう、プチディは好きなんだね。面白い。はい、続いて丸杉さんですね、同じ愛知県の暑い国の涼しい着物というね題名で、暑い国だから涼しくっていう感じですかね。本老血染め普段着着物、まあこちらの会社といえばね、バテックですね。バテックですね、はい、バテックの着物が出てくると思います。ドン、はい、このように、うーん、そうですね、バティックって老血っていうことでね、このなんて言ったらいいのかな、プリントにはないちょっとこうひび割れ感というかね、中に実はこれね真っ白抜けてないんですよね、はい、で帯もそれで多分老血でやってありますね。はい、ブランブランド、そうですそうです、一回ここでやりましたね放送で、はい、はい、こんな感じで、もうやっぱりどこの会社もこの3部品に帯留め、これはなんかトレンドかな、ね、言われてみれば今の流行りかもしれませんね、うん、はい、トレンドかもしれませんね。これは取り入れなきゃね皆さんね。帯後ろ姿になるとこういう風に変わるんですよね、半分ずつですからね前は。これおしゃれですよね。はい、おしゃれでしたねこれもね、はい、お、絞り国さんこんばんは。はい、おじやちじみに出てきました西脇商店さん、これはもう完全に、十日町の会社の方ですよね、はい、夏の定番おじやちじみをインクジェットプリントで後染めした新しい時代のおじやちじみです。まあこんなのも出てきちゃうんだ。新しい時代のものがこれからどんどん増えるといいですね。普通はおじやちじみってちじみといえばね、はい、本和さんの先染めで織物だっていうのが今まで定番でしたけど、はい、さあ見てみましょうか。ちょちっと夏でもどんなのが出てくるのかな。あらま、これはびっくり。これおじやちじみに今までこういう柄なかったですよね。非常に大胆ですよね。大胆です、これ本和さんでね。おじやに染めっていうのも珍しいんじゃないですか。いや、もうほとんど先染めだったです。これは多分西脇さんがこうこれからはねハイブリッドに行こうと、はい、こんなおじやちじみは見たことない。まあ、実はですねこれあの私、自分とかの宣伝をしちゃいけませんけど、大見ちじみで木口今さんと制作委員会で、はい、去年実はこういうのやったんですよ。あ、そうなんですか。そうしたらすごい受けて、はあ、たくさん売れたな、うちね。売れましたね。売れました、はい、こういう感じです。時代を先取り、はい、おじやにも後染めだと。でこれはあれですね、帯は博多の帯をしておりますね、はい、ラの帯かな、ちょっと白の博多ですね、はい、さあ続いていきます。来ました、辻ヶ花染め工房、大体辻ヶ花染めと書いてありますけど、はい、春風くずくる、これ見てください。これも多分高級な着物が出てくると思います。こちらもすごかったです。はい、あらま、あ、辻ヶ花の染色方法といえばこういう絞り、これ村久保かな、村久保っぽいですか ね、 村久保っぽい絞りですね。これは絞り呉服さんが見れば答えてくださいそうですけども、村久保っぽい絞りの着物にこれ全部絞りなんですよ。だからね、こう辻ヶ花染めっていうのは絞りも併用しておりますので、多分絞りをこうあのやってるんでしょうね。うわーすごい、この帯は素敵だね。こういうのはね完全に大人だね。そうですね、もう素晴らしい、いい、誰が見てもいい着物を着てますとちょっとこう自慢できる。あ、これはあの知ってる人ですけど出ましたね我らが吉澤明子先生。あ、もうこれすあの進めちゃおうか違う冬を思うということで、早送りします。違うか、はい、吉澤明子先生のこちらのコーディネートもシンプルなんだけどもこうカジュアルに、はい、っていう、そういうですね、吉田先生らしいですね。もうどう見てもこれだって本人に聞きましたけどこれ私物ですから。私物を、あ、はい、展示してらっしゃったんですね、はい、昨日着てらっしゃいましたねって言われてました、はい、バリバリに着てらっしゃるって、ね、バリバリに着てらっしゃるやつをこれ、出してらっしゃいますね、
はい、この博多織の紬の着物ですよね、これね、はい、なんとよく見るとこれね、どっこと花皿がついてる着物なんですよ。皆さん、ちょっとニコ生の方画像が荒くて見えないかもしれませんけど、あの今回ね、ユーストリームの方ぜひとも全画面とかで見ていただけると、あのすごいですよ。全画面で見ると大きく見れますのでね、皆さんね、ユーストリームの方ね、全画面で見てください。羽織が透けてるんですか？透けてます、はい、薄羽織ですね、はい、これ皆さん拾ってってくださいよ、あのソーシャルとかね、はい、はい、いいですか、続きますよ、はい、いきます。この羽織も素敵ですって。そう、この羽織刺繍なんですよ。はい、続いてアロハ着物ときました。テーマ、その他創作着物と書いてあります。ハワイ好きな着付け師花尾直哉さんが、あ、この花尾さん聞いたことあります、着付け師の方ですね、考案した着物ということで、ちょっとこう非売品ということで、こちらも面白かったです。はい、面白いと思います。どん、あら、これ何ですか、帯がまたすごいですね。これトライバル柄っていうんでしょうかね、はい、あのハワイ模様がこれ、うん、あの八掛けもこの柄なんですよ。だから裾がピラッとめくれるとこの柄が出てくるんですけど、なるほど、はい、この帯留めがまたね、帯留めがハワイアンですよね。ハワイアンです。そして帯締めもなんかこのなんちゅう、麻を編んだような、粗く編んだような、粗く編んだようなやはりハワイアンを意識してるのかなと思いました。はい、来ました来ました。いや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 、はい、帯の結び方も変わってましたね、やっぱり色付けの先生のあれかもしれませんけど、はい、次世代着物、これはワオンさん、あ、はい、これはファッションショーにも、はい、ファッションショーに出ていた着物ですね、はい、これは着物ブレインさんで新潟の十日町のところで、やはり次世代の着物ということで、これ文化学園大学のデザインコンペで採用された、はい、学生さんが、あ、デザインした、着物ですから新しい感覚だと思いますよ。いきます。で、ご家庭での洗濯も可能と、ポリエステルの新しい生地を使っていると、はい、新素材ですね。静電気が起きにくいらしいですね。ほう、ポリエステルでも静電気起きにくいっていうのを作ったんですね。これわかるかな、これアップ来るかな、ちょっとあんまりアップができなかったんですよね。なるほど、これね、実はね、フクロウの顔なんです、はい、柄が目の部分ですね。これ目だけ、怖いっていう人がいるかもしれませんけど、いや、可愛かったですよ、実物は。ほうほうって言いそうですね。この裏に文字があるんですけど、取れませんでした、はい、そう、これで分かったでしょ、あの袋がついてるんですよ、細かい袋が。帯がまた変わってましたね、これも確かインクジェット染色だったような気がします、うん、帯素敵、はい、面白い柄、動物柄好きかも、はい、はい、いきます。あ、こちらは、やはりお仲間ですね、私たちのね、キオリン工房阿波野商事さんですね、こちらは、どこでしたっけ、山形、山形です、去年沢です、はい、怒られちゃいます、青のこれはなんて読んだね、流行って読むんですかね、流行なんですかね、アオラーのために、アオラー、アオラーってまあこの辺が米沢クオリティかなと思いますけども、長井紬というあのすごいあの有名な、はい、あの伝統的工芸品がおられているところですけども、やはりなかなか値段がいいですよね、28万円ということで、ね、青が大好きな方のために全て青で揃えましたというコーディネートです。いきます、ドン、わお、この青のね、もう持ってき方、これね、あれなんですよ、今回のこのコーディネートの群で、気づきましたか皆さん、何でしょうか、うん、着物と小物が意外と合わせちゃってる。あ、そうですね、わかります、今回青だったら青に青いっちゃってるでしょ、はい、これね、実は我々が、僕が修行時代の時には、その時代にはね、ちょっとダメだと、タブーだと、あー、習ったことあります、はい、野暮だと、あ、同じもので備えると野暮だと、はい、うん、だし僕今回でもこう見てたらそんなに嫌味がないんですよね、はい、逆に統一感があって、どっちかというとドレッシーな感覚に見えるから、あ、これは洋服感覚が取り入れられてるんじゃないかなと、はい、昔はこういう合わせ方は絶対しなかったんですけど、
やっぱり今これ新しいコーディネートがもうプロがみんなやりだしたってことで、はい、ぜひとも皆さんもね取り入れてみてください。本当はダブーだって書いてあるとか多いと思うんですけど、この最新ですからね。これはみんなそういうコーディネートも時代で変わるんですね。そうですね、昔は差し色で何か違う色をっていう感じでしたよね。そうです、差し色で着物の中に入っている色を持っていくとかはあったんだけど、はい、この全体のトーンと合わせちゃうコーディネートはこう少なかったです。でも、ね、非常に合ってましたよね。おしゃれですよね。確かに青らかと、はい、はい、シャレ水引き尽くしということで、こちらもおしゃれでした。あ、もうなんかサブディは全部見てるからね、はい、こちらも良かったこちらも面白い着物でしたね。あ、そうでしたか、はい、じゃあ見ていきましょう。ドン。今ちなみにどの画面行ったか分からんね、あ、これ全部水引きか、はい、これ水引きの柄なんですね。柄です、染めですね、この着物はね、はい、コモンの着物ですね。あ、おしゃれだね。ちょっとピンボケが悔しいけど申し訳ありません。あの帯留めも水引きになってるんですね。そうなんです。大きい水引きですね。だからこれもコーディネートを合わせてる、全部合わせちゃってる、はい、水引きの柄に水引きの帯留めをしているという、はい、これですね。これで実はこの、あ、出ました、これちゃんとピンとピシッと着てる。これ水引きを帯留めにするのがこれ最近流行ってるんですよ、はい、で帯締めも2本通ってるんですね。そうですね、これ、三部紐は2本通ってて、だからなんか別に何でもありってことだよね。帯留めと同じ配色で、配色でだからもう全部トータルコーディネートができている。そうですね、みんな色合いがは、あの一緒のような統一感がありますね、はい、はい、素敵、はい、大人の待ち着ときました。ギャラリーあかりさんですね。シンプル紬に手書き墨絵が素敵な帯をコーディネートしました。あ、こちらもこちらもばっかりって相当いろいろ、今回のコーディネート集はレベルが高いですよ、はい、着物しかもこれね結構お値打ち4万円、帯5万円、はい、はい、ドン。わお、大人だねこれ。え、これモアイですか。ぼかし染めで、モアイ、モアイではないでしょこれ。モアイなの。モアイっていうわけじゃないと思いますよ。本当のなんかこうあれですよ、墨絵ですよね、はい、墨でくびゃっと描いたような感じの、はい、これはもう大人の人必見ですね。ぼかし染めの着物ですからね。シックですね。シックですね。これは大人な感じですね。ほんと素敵っぽいんですけど、はい、これも素敵でした。はい、素敵なところでした。夜遊び、夜遊びってここもすごい提案の名前がついてますけども、パーティーで浴衣を着物風に着用する提案、はいはい、こちらはだいぶ若い方向けな、はい、ポップな感じな着物でしたね。あ、フロフロというところ の、まあ、あのブランドなんですね、はい、はい、いきます。浴衣、この時期に見ましょう。ポチッと、うん、はい、あ、本当だ。わあ、これはもうなんか本当、本当になんていうの、浴衣柄というよりはこう洋服柄ですね、はい、生地ですね。これ完全に洋生地ですよね。洋生地に赤い帯で、もうなんかもう若さが抜群に弾けてるというか、はい、かわいい感じですよね。10代っぽい。そうです、10代っぽい。パーリーナイト、パーリーナイト、パーリーナイトってこれ多分書いてらっしゃる人たち実はあのそんなに若い人になさそうです行ってみたいというだけで、やっぱ帯留め、もう三分留めに帯留めがもう今、ね、定番ですね。定番ですね、確定ですね。これはね、もう次の時代はこれですか。はい、ワンピースですだね、ワンピースだねっていうワンピース感覚で着てる感じですよね。あ、帯も面白い。あ、帯の結びも面白かったですね。はい、仕立て人の方が今度は作られた着物だそうですよ。秋の庭園散歩ということで、コート、コートの悩みやと書いてありますよ、はい、ということはコートがあるんかなこれはね。上から羽織るものですね。羽織ではなくて、はい、チリよけみたいなコートなんですけど、はい、紐の魔法とありましたけども、これが分かりますか。見れば、紐が素晴らしく、はい、いきます。はい、どう。お、サムジーさんがちゃんと説明してくださいますはい、おお、なるほど。これどうなってるんですか。これ形は、はい、まあ別になくはない、はい、ちょっと V でかっこいいですけど、襟元が V になってるのって今までありませんでした、うん、あ、ありますあります。手島襟でもこういうのがありましたけど、あるんだけどちょっと変わってますよ、やっぱり、はい、やっぱりちょっとここはこれは違うなと思変わってますね、はい、でそれよりもやっぱり紐の極めつけはこの紐の部分、はい、紐がちょっと面白そうですね。間違えてくるとね、こう紐の部分見てる、仕立てが良くですね。仕立てがまたいい。これは分かります、やっぱり仕立て人の方
らしく、この柄合わせがねビシッとこう合わせてある、これが大でも、この紐がこれ共布で、はい、ちょっとこのね中に綿が入ってて、はい、すごいクオリティだったし、丸い ふわふわ、ね、ふわふわの紐で、はい、これがね着物の仕立て屋さんがねもうこういうのがねプロなんです、はい、全部手仕事ですよこれ。はい、次、おブレインさんまた出てきました、和音の、はい、ね、こちらも、あ、こちらは木越麻里さんですね、はい、我々の5級着物のデザイナーでもあります、木越麻里さんのデザイン次世代着物ということで、雪割小花いきましょうか。なるほどなるほど、大きな雪割り、これね一見古いんですよ僕から見るとこのデザイン、はい、だけどこれが今の若い人にまた新しく映るのかなって俺思いましたね。馴染みがないと逆に新鮮に感じることもありますからね。そうですね、いやー可愛いと言ってらっしゃる方いますけど、これ実はねうちの母親の子供ぐらいの柄だと思います。すごい昔の柄ですよ、帯なんか特に。あ、やっぱり古風だねっていう、この帯の後ろ姿が可愛いんですよ。これエヴァみたいになってるんだなるほど、このね前から見たらすごいレトロなんですけど、はい、後ろから見たらね、あ、これは狙ってるなと、はい、これ今の感じです、可愛いですね。はい、そうそう、色合いが昔を感じます、今誰かおっしゃいました。そうなんですね、はい、あ、40代にはこういう方がしっくりくると言ってますけどもね、はい、今の丸ぐけみたいな感じの紐でしたっけ、ちょっと戻りましょうか、これ戻れるんです実は。戻りますか、はい、丸ぐけではなくこれゆるぎというタイプですね、ちょっと丸と平の間ぐらいのゆるぎ、帯締めと調べると出てきますから調べてみてください。さあゆつきさんですね、新入社さんの素敵な、はい、時の始まり、始まりと、新入社さんといえばお召し、これは東屋でも結構扱ってます、西陣のお召し着物、やはりまあまあな値段してますね。羽織のねビロードがやばい、はい、ちょっと値段見ました、ビロードの値段、うん、5万円ですね、うん、10万円でございますさあこれはあの、ね、トータルコーディネートで50万円を超えております。どうぞ、あ、素敵でしたもの、大人です、うわー来た、これはね私を見てというコーディネートですね、はい、この後ろにあった水引きのやつと比べてみるからね、この差をすごいです、これが同じところに飾ってあるっていうのがすごいです、さすがサローネ、着物はおとなしいんですけども、はい、バッチリ見せてきますよね、これね織り柄なんです、着物、はい、これ実はこれあれでしょ、絞り柄でしょ、絞り柄ですね、絞り柄の織物、はい、これはいかん、帯もやばい帯すごい立体感ありますね、これ完全に西陣の帯ですよ、しかもこのね羽織の生地感すごかったでしょ、羽織の生地がもう素晴らしかったです、これね、ビロードっていうんですよ僕らの業界で、絹の、いわゆるベルベット、はい、ビロードと言います、皆さん普通の、例えば洋服業界ではベルベットって結構高級だって言われてますけど、はい、着物業界のビロードは絹ですからね、はい、洋服業界のベルベットはアクリルとかああいうねあっちり系のクソですけど、もうレベルが違いますから、もうビロードで調べてみてください、これはサブディ本物を見たと思うんですけど、光沢感とあのふかふか感が恐ろしかったでしょ、はい、だって40万だもんね言っちゃった40万円です、はい、デニムドスです、はい、こちらもまた変わった着物で、はい、今までの着物の常識からするとありえない着物が出てきます、はい、これきらめくと書くんですかね、これ。そうですね、きらめく冬ということで、きらめく冬ということでクリスマスにぜひ着てほしい一枚です、はい、先ほどとは打って変わって同じ会社が出してるもこんだけ違うんだっていうのが出てくると思いますよ、はい、どうぞ、サプライズクリスマス来ました、もうすごいあのね、おかしいよね、さっきの会社が作る着物だと思えない先ほどに運10万円のあれから全くテイストが違いますね、はい、これはもう狙ってパーティーに行かないと、はい、もうどちらかというとね、クリスマスパーティーに行ってサンタクロースのあの何ちゅうの、あの帽子をかぶってこの着物を着ていけば皆さんから受けることを間違いなし、いや新しい時代をすごい感じます、はい、もうこんなんありえんでしょうと、うわすごい、このねでもね振りが可愛い、
そうなんですよ。袖の振りが、これはよく考えられてますね。これテンション上がりますね。この袖の振りすごい。おはしょりもこもこ、おはしょりじゃないです、これ違います。あのおはしょりには ないよね。おはしょりにはありませんね。はい、これはあの、袖回り、袖回りと襟回りと、はい、ふわふわなんていうんですか、前の、はい、前立て、前立てね、いわゆる履かけやすくみたいな、はい、ふわふわの帯です。後ろにもね、すごいね、ポンポンが、ポンポンが、はい、あっと、ブレインさん出ました。和音さん結構今回出してますね。また木越さん、木越真理さんのデザインで、やはり古典的なモチーフだそうですよ。いきます。はい、斜め、うわー、これをなんか大正ロマンをなんか絵に描いたような感じの着物に、そうですね、また帯がもう目がパッとするような帯で作られました。鮮烈ですね。これは若向きですよね、おそらく。帯締め、これ実はね、これ振袖用の帯締めなんですよ。豪華ですね、これ。僕らからすると。はい。でもそれをこうやってね、普段にしちゃおうという提案で、若い子なら許されるよね、ということでしょうね。とてもハイカラですよね、これ。うん。ハイカラっていう言葉を使うの久しぶりですけど、でもハイカラですね。ハイカラですね。ワロリっていうコメントが来てます。そうなんですよ。ワロリね。そうだね、ちょっとおじさんおばさんには難しいかもしれませんけどでもね、いいんじゃないか、若い子がこれいかんのか若い子向けじゃないといかんのか。いやいや、そんなことはないと思いますよ。どちらかというと、はい、若い子向けかな、どちらかというとね、みたいな、ね、似合う方だったらいいと思います。さあ、これです、猫シリーズ。ここ猫、はい、もう着物業界人で猫好き多いですからね。猫好きは正義です。正義。なんとサブディさんも猫大好き、はい、飼っていらっしゃいますけども猫いっぱいありましたね、今回もね。はい、はい、ドン。見つかりました、ありがとうございます、はい、これもね、よく見て、これも柄はね、先ほどのねブレインさんと一緒でちょっと最初ロマン感じますよね、はい、なんかまた戻ってきたかな。10年ぐらい前に1回入りましたよね、はい、大正ロマン、また戻ってきて、でしかもこれね、見てください、重ね襟っていうのしてます、伊達襟って言って、でこの帯締めも全部これ振り袖用です。今もうこういうスタイルなんでしょうかね。こんなデコデコですからね、帯締めが上げ上げで着ていったんですね、はい、あー、かわいい。これ色違いですね、先ほどね、はい、はい、大正ロマン大流行ですね、と。でも和音さん、はい、濃いなっていうところは同じですよね。はい、ありますね。これも文化学園大学デザインコンペで採用された未来と書いてあります、はい、もう未来の若者が作った未来の着物。こちらはまた打って変わって、はい、ドン。ワオ、これはまたすごいエヴァな着物ですね、はい、エヴァっていうのはこう柄が続いている、はい、訪問着みたいになっている柄なんですけども、まあちょっとこれは僕らのにはちょっとこう理解不能というような柄付けです。すごいアーティスティックな、アーティスティック、現代アートな、本当に洋服感覚ですね。そうですね、上の方が柄が重たくて下が逆にとすっきりしてるという、はい、完全に洋服のような柄付けしてます。しかも帯のこの赤、もう普通じゃ合わせませんよね。やっぱりこれはいい新しい提案ですね。ライブ会場にしていきたい。あ、そうでしょうね。もう後ろの結び方ももう本当にもうすごいからね、これ肩を垂らしてね、文庫にね結んで、素晴らしい、やはり若者が作ったと。おー、行きました、武将が、はい、カモフラージュデニム、どういう意味だ、ワイルドな感じで、なるほど、カモフラージュ柄って書いてありますね、はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、ドン。なるほど、これは迷彩というものですよね。迷彩ですね、カモフラージュ。これでやっぱりこれを着てですね、林の中に隠れて、はい、でこう来た男を捕まえるっていう、そういうあの女性が増えてきてるんでしょうね、おそらく。木の横に隠れて、でいたのかというね、カメレオンみたいに隠れる。カメレオンですか。はい。はい、アマゾンです。アマゾンです。まあでもこれカモフラージュ柄がだけでワイルドではなくて、はい、この帯を見ると。革ですか。あ、よくわかりましたね。これ帯、革の帯なんですね。革の帯ですね、これ。でも柔らかそうな革の帯ですね。はい、
革のとは違う光沢感がありますね。そう、革ですね。これやっぱりデニムのいわゆる、風合いで、それに革の帯、はい、合いますね。これね、合いますね。はい、ヤマンバ、ヤマンバって書いてある、はい、わざわざ出ました、出ました。佐久研究所、私がね昔から注目している呉服屋さん .com のね、ゆういち商店さん、森の雪の森、こちらの方もねデジタル染色が得意な、はい、去年の呉服屋さん .com の着物はあのすごかったですかね、デジタルデザインがね。今回見てないです僕実は。あ、そうなんですか。行きましょう、ドン。素敵でした。なかなか今回はおとなしいけど、おとなしいですね、おとなしいけど大胆な、はい、シンプルな感じの、はい、なるほど。なんかこれコモンにありそうな、そうですね、感じですね。帯も今年は打って変わってシンプル。しかしこの小物たちがね、すごい太い帯締めしてましたね。帯締め太かったですね。あ、今の帯締めね、もう一回戻ろうか。これ、はい、丸ぐけでもね、こんなに太い帯締め見たことないぐらい。綱ですかみたいな。綱ですよ。これ多分ね、ガチッと掴んでこう上手投げとかやりそうだって。はい、次行きましょう。ファンの方いますね、大好きだって。はい。さっき研究所続きます。呉服屋さん .com ですね。マザー。これはお母様。懐かしくて優しいと書いてありますね。昭和時代の母親たちがおしゃれとしてって書いてあります。ドン。来ました。こちらは？もう上品な感じ。上品ですよね。これなんか、はい、お出かけ着の提案でしょうか？こちらどちらかというと。そんな感じでしょうかね。羽織もなんか優しくて、まあ、ちょっとカジュアルなんだけども、どう見てもこれなんかあの昭和のお母さん、いわゆる、これを着て、あ、すごいエバオリになってますね。だから節目節目のおしゃれに着る着物ということ。そう、 PTA ルック、これです。 PTA ルック、あ、なるほど。これは入学式、うちの、まあ、入学式じゃなくてね、あのね、何でしょう、懇談会みたいなありますよね、そういう時、はい、集まりの時に、はい、そんな感覚。もう一度黒羽織ですか。いい提案ですね。エルバオリ、黒はいいですよね、はい。そして帯工房さん、ポリエステル 100% 洗える二尺袖と書いてあります、はい。これ二尺袖っていうのは長い袖のことを言いますけど、振り袖までは長くないですね、はい、小振り袖みたいな感じです、ね、小振り袖、はい、ちょっと小さい。今書いてあります、学校の卒業式などの式典はもちろんということで書いてありますけど、行きましょう、ドン。なんという安さ、コーディネート一式で28,000円。あれ言ってますか。はい、大丈夫ですか。進んでますか。進んでますよ、はい、はい、進んでますよ、はい、卒業式ですね、はっきり。袴を合わせて、はい、卒業式スタイルもこういう風に派手になってきたよという感覚でしょうか、はい、はい、来ました、出ました。ここのやつはすごいと思うよ。ここすごくあの贅沢な奄美大島夢織の里、はい、もう奄美というだけでももう分かりますよね、はい、大島紬でございます、はい、子供の大島紬、それを子供用にやってしまいました、はい、どん。子供の頃から本物に触れてほしいと。子供の頃から本物に触れてほしい。でも非常に笑ってしまうけど、可愛らしくて、達号柄ですね。これは贅沢だ。これはすごい、これは本当にすごい。どうですか、お坊ちゃんに一着。贅沢ですよね。いやいやいや、これはすごいな、これは、これはすごいよ、これは。完璧にお嬢様ですよね。しかも片身代わり。はい。これはもう素晴らしいですよ。いや、お子さんにこんな遊んだ柄を着せてあげる、しかも大島紬っていうのが、すごい提案ですね。はい、あ、来ました。続いては、丈太郎斎藤さんですよ、皆さん。はい。丈太郎さん、3歳さんですね。サラサの顧問と、なんとかの柄。これ丸三角四角柄の袋とゴーピョンと、はい、行きましょう。着物の値段がすごい。うおー、丈太郎さんらしい。帯すげえ、帯すげえ、これすごい、これは本物だ、すごい。帯が丸三角四角がどういうことなのかと。あ、そういうことですか、はい、丸と三角と四角が入ってる。いやー、すごい、これすごい、丈太郎さんすごいクオリティだ。これ手書きでしょうね。ひときわ目立っていましたね。すごいこの着物。うわ、帯もすごい。今音が入ってますか。いや、わかんないです。あれ、はい、続いてもう一回丈太郎さん、ジャージ着物ということでいきましょう。
はい、この上太郎さんといえばこのジャージ着物いきます。ドン。あー、これ男の提案ですね。はい、ジャージ素材、うちのディレクターが欲しい欲しいと言ってましたね。この帯が実はあれの帯じゃないですか、組紐の。組紐の帯でしょう、これはかな、多分一列ずつ色が違うやつだから。これそうだ、組紐の帯だ。かっこいいですよね。かっこいいですね。お、こちらは男性活動着ということで、これ外国人の方が、そうですね、クリスさん、はい、結構有名な方ですね。はい、クリス・フィリップさんですね。ドン。うん、まさしく戦後、はい、戦時中かという感じの、はい、ゆきんこかなって感じですけど、かかしが立ってるかなと思いましたけども、でも作業、農作業とかするんだったらもうバッチリですね。でもすごい亀甲かすりのかすりの着物なんで、すごい着物なんですけど、はい、まあ、農作業にすごいいい着物を着てるんですよね。でゆきんこの、はいはい、このなんていうんですか、わら靴です、はい、モンペリエということで、モンペですね、次の方ね。はい、自転車で乗れる着物スタイル、もう完全にこれはボロい新しすぎる、逆になんかちょっと前にダメージジーンズが流行ったような感覚なんでしょうかね。それを、うん、そうですね、ボロ着物をわざと着るという、村人というね、村人 A ですね、 A ですね。はい、行きましょう、うん、まあ似合うんだよね多分ね。はい、来ましたよ、これは私の今私が着ている着物ですよね、はい、後から見せますからね。メンズファッションオリジナル着物ネビラス、これ新作でございます。あずまや着物広場の着物でございます。いきます。男物は定番の色でつまらないということで作りました。ドン。なぜかピンボケ、はい、ちなみに、はい、3代目が撮った写真もピンボケでした。マジかダメだね、やっぱりカメラかね、ちょっとね。はい、これ帯にも注目してほしいようなね、ができたね。帯が新しいですよね、これは。はい、帯に、はい、こういう帯は PVC という素材を使いました、はい、ちょっと光る素材、かっこいいですね、はい、かっこいい光る素材を使いましたね。この結び方もかっこいいでしょ。これ何結びっていうんですか。これはね、浪人結びをちょっと変えた、ちょっと改良した浪人結びっぽい、浪人結びアレンジ、アレンジ、ほう、侍結びって感じですね。おかみさん考案です。ほう、はい、かずやの着物ということで、ワンズベスト俺の一長羅ということで、これはもう王道の大島紬ですね。これは男性陣もう王道ですよ、はい、もう本当にもうどこに行ってもいいっていう感じ。ただ帯がかっこいいでしょっていうね、もう完全に王道です。はい、間違いないコーディネートです。こういうのもいいです。ちなみにここが今男性ゾーンですね。はい、出ました、我らが藤井しぼりさん、はい、これはもう行こうか、ドン。わあ、竜巻でしょうね、この羽織は。藤井しぼりさんでございます。帯もすごいな、もう大人の男っていう感じじゃないですか、はい、どうですか藤井さん、サブジーさん、これ竜巻ですか。はい、竜巻の、うわ贅沢。しかもこれ真綿じゃなかったですか、多分真綿系でしょ、これ軽そうだもんね、着物が。羽織がまたいい、すべてが F になると書いてある。帯も絞り、帯も絞りじゃないですね、帯は違いますね。下来ました、男、連続男ですね、ずっと、はい、柴田織物さんですね。もうこの柴田さんはすごい、これ素晴らしかったです、私も1枚欲しいです。スタンドアーロンコンプレックスって言ってますね、はい、電子基板のパターンをもう文様化したお召し、はい、もう毎回やらかします。いきますよ、これすぐ分かります意味が。ドン。はい、はい、分かりますか。バトーですよ、これが、これです、これです、電子基板の織模様、これ織模様なんですよね。そう、お書いてるわけでもプリントしてるわけでもなくて、はい、織ってこの柄ですからね。だからこれ角度によって光でね、はい、この織模様が出たり出なかったり、そうなんです、するんです。発想がいいですね。やばいです、これ眠らない男、眠らない男すごいです、ほら、かっこいい、これアップで撮りたかったんでしょ。そうなんです、折りだぜこれって。そうなんです、これかっこいいんですよ、折り模様なんです、これ証券の着物です、いいと、僕も大好きです。しかも半襟が何気に鉄板、はい、
ね、流行りが鉄板です。鉄板ですね、何気に、うん、値段がいいに決まってる、はい。さあ服部よりもさんですね、メンズの聖火のおしゃれ着ということで、おじや縮みなんですか、はい、これは熊取の柄、涼しげなコーディネートでした。はい、行きましょう、ね、本当は西陣の帯屋さんですけどね。おいおいおい、完全なる、これは透けてますね今ね、はい、おじや縮みですね、夏着物をここでやってきたと。で帯がちょっとうまく出なかったんですけど、はい、歌舞伎の熊取りの模様が折ってある、ね、あ、本当ですね、歌舞伎の熊取りの柄が帯になってます。かっこいいですね、かっこ帯もね。なるほど、へえ、はい、次行きましょう。はい、初めて着物はウールか、来た、はい、ウール。こちらがなぜか、うんうん、ちょっと年配の女性の方がすごく気に入られていました、はいはい、コーディネートです、はい、そして安い、アンティーク着物屋さんですかね、多分古い着物をこう着たらっていうやつですね、はい、懐かしいわねって言ってました。なるほど、行きましょう。じゃあそれは見てみましょう。はい、懐かしいわね。懐かしい、懐かしすぎます。あ、懐かしいね。あ、こういうのか。あ、これはもう16歳か15歳ぐらいの子がパーッと着とりそうな。でも非常に可愛らしいですよね。はい、可愛いですね。袴もぴったり。なるほど、アンサンブルってやつですね。はい、はい、正月に、はい、趣味の着物、なよかささんですか。一枚の葉っぱからっていうことで、ね、見てみましょう、どうぞ。ほー、すごいシンプル。はい、シンプル。帯にちょっと遊び心が、はい、帯が可愛いですね。着物がもうこれ紬、多分有機っぽい、そうですね、で無地系で、鳥が帯締めの上に立ってる感じですか。そうですね、帯締めでやってて、わあ、後ろもまたこれは可愛いですね。はい、お、あれこれさんが出てきましたよ。続いて AIQ テーマ大島紬、うん、知的コーディネート雑誌ですからね。どんな提案を、わあ、宮古さんらしい。この帯がすごかったね、これ。帯素晴らしかったですね。これ帯がこの膨れ織みたいになってるんですね。立体感がありますね。はい、昭和感、帯の昭和感と出てますけども、なるほど、立体的な帯の、このもう昭和っぽい帯の感じですね。はい、なるほど。お、来ました、知ってる人が続きます。はい、高橋着物工房さん、はい、同じ着物の2つの晴れということで来てますけど、同じ着物をベースにして2体出してまして、はい、ほう、でシチュエーションに合わせてどっちを取るかと。あ、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、まず丸1と書いてあります。はい、同じ着物なんですね。はい、丸1、うんうんうん、はいはい、帯がカジュアルですね。はいはい、丸1、お、家紋がついてますね。紋がついております。丸1、丸2いきます、丸2いきます。お、なるほどなるほどなるほど、全く違いますね。これは半襟が効いちゃってますし、竜の柄ですか、帯が、しかも羽織が黒の羽織ですか。はい、やっぱ黒、エヴァ黒羽織をちょっと、先ほど2体目ですね、これで黒というかちょっと薄、うん、薄めの黒ではないですかね、うん、はい、でも羽織がなんかね、ちょっとこうよそ行きの着物、同じ着物には見えないですよね。そうですね、晴れの日に着てほしいっていう提案だったらしいですからね。さあ、お茶会の着物ですか、初めてのお茶会に初めての初構え、はい、行きましょう。もう白生地の老舗のいとこさんですから、もう、はい、こちらの生地が命、生地がもう一目瞭然で、はい、私の藤井渋さんの、あの村久保の羽織はここの生地です。あ、そうなんですか。もうこの、日本一と言ってもいい生地です、はい、皆さん見てください、地紋がね、はい、ここの生地が日本一だと僕も思います。このね、わかるかな、わかんないな、これ、これ金ですよ、金みたいな地紋が、林みたいに、杉の木の林の多分イメージでしょうね、はい、これは現物見てみないとダメだね。織模様がすごい立体感なんです、ここのやつは、はい、さあ来ました、多分ね小林さんこれ出してくるんじゃないかなと思いました。これ実はこの小林さんの着物を作ってる最中に、はい、私は丹後で遊びに行った時に作ってました、はい、あ、そうなんですか。はい、丹後に行った時にね、やってた時に、はい、行きます。もう絶対これ1位取りそうな気がします、今回も、もう鮮やかで
もう最高です。素晴らしい。これこそアオラーのためにと持ってったなと思いました。この深い青タンゴブルー見てください。これはもう小林さん持ってっちゃったらこれ手染めですよ。素晴らしいですよね。タンゴブルー来たと。素晴らしいでした。綺麗ですね。で帯留めも確かこれカオリンコグラスさんのやったと思います。綺麗ですよね。タンゴブルーの帯留めですね。素敵ですね。大人な女性、このぼかしの上品さ、すべて手仕事です、はいはい、美しかったですね。やっぱちょっと これを今の小林さんの見ちゃうと、別にね、インクジェットをバカにするわけじゃないんですけど、やっぱり手のぼかしはすごいですよね。やっぱ一味違いますね。もうびっくりしましたよね、現物見たら。さあ着物吐息、はい、いきます。証券刺繍から付け下げということでいきます。付け下げですか。はい。ああもう上品、上品ですね。これはもう王道ですね。すぐにでもこう冷蔵に行ってほしい。もうこれでね、どこでも行けます。結婚式行ってください、はい、誰も文句言わないでしょう。完璧です。パーフェクト。ああ刺繍が素晴らしいですね。パーフェクトです。これぞ冷蔵の着物ということで、皆さんも見習ってください。まあもう帯もね、こういう帯をしてください。100点満点ですね、はい、その次は染めの大島ということで、いきましょう、うん、上品マダムときました。はい、こちらも何も足さないっていう感じ、何も引かないっていう感じのコーディネート、シンプルコーディネートですね。やっぱりいろんなコーディネートあっていいと思うんですね。こちら瓶型の帯かな、そうですね、素晴らしい瓶型染めの帯ですね。これで引き立ててますね、この無地の着物、はい、地味なんですけども、これわあすごいですね。やっぱ沖縄の瓶型って感じがしますね。はい、はい、証券単語地名よろけ島顧問、お待たせしました。はい、どういうことですか。さっきコメントがね、よろけ島いいなと、よろけ来ました、よろけです。はい、よろけ、これがよろけ島って言うんですよ皆さん。もうね、昨日の僕が夜帰った時みたいな感じらしいです。それはよろけてましたかね。よろける方は違いますね。違いましたかね。はい、すいません。帯がすごい素敵ですよね。これね、これかっこいいですよね。カジュアルに着れます、よろけ島。これ好きな人多いんですよ、よろけ島。今になって欲しいっていう人が、はい、いいですね。カジュアルから清掃までいいですね。ここのカジュアルは三部紐なんですね。はい、いいですね。出ます。はい、青と赤の矢羽風のかすり柄、着物と息さん4体目ですか、3体目か4体目か、結構出していらっしゃいますね。ただこちらもなかなか矢かすりみたいな、はい、はい、これはなんか大正ロマン風ですね。打って変わってね。そうですね、でもおしゃれですよね。はい、でもただ単純ならまあ矢かすりではない感じでね、はい、新しい感覚の矢かすりな感じですね。帯も面白い感覚ですね。はい、はい、あら、これ一番好きかもと。一番好きかもと。もう一点あるんですか、ここ。チェッカーフラッグ顧問ということで。はい。はい。チェッカーフラッグと来てます。市松なのか、チェッカーフラッグなのか。はい。おー、チェッカー。チェッカー。チェッカーですね。チェッカーですね。市松ですね、完全なる。はい。これ、柄合わせ大変そうだな。はい。はい。山のホールディングス、洋服みたいに着物を着よう、テコル、テキスタイルって書いてありますね。行きましょう、ドン。なるほど、デニムみたいな着物地でしたかね、もしかすると洋服地っぽいのかな。どうだったかな、ね、洋服生地がちょっと違う生地でしたね。なるほどなるほど、うん、着物の反物じゃないような、はいはい、続いて着物でお出かけ、シャレ無地のすすめということで、はい、あ、こちら素晴らしかったですよ。おお、細かいですね、柄が、はい、これ織模様ですか、これは。帯と合わせてるんですね。これ刺繍、これ何だったかな、これ。あ、染めだね、染めですね。染めですね。で帯と着物の柄がこれね、いわゆる、切りばめです、ね、なんですよ。帯と一体化させちゃってる部分がある。え、これすごい、切りばめですね。あ、うわー、これいい、切りばめですね。これすごくいいですよね。はい、続いて、あ、出ました、加藤ちゃんですね。富士工房さんです。はい、はい、行きます。もう富士工房さんはね、見ろ、ここも素晴らしいですね。見ろ、
こんなんね作れないから。もうはい作れませんこんなのは絶対に。百聞は一見にしかずということで。もうねこんなコートは、ね、見れませんからねプチD。これ何がどうなってるんですか。もうね見た人しかわからない。トモ布で布としてつなげてるんですよ。はい。これ全部手作りですよ。あすごいキャーって言ってる皆さん。これアップしました？もちろん。アップしてるはず。アップしてますか？はい。下のこれです。恐ろしい。これは非常に難しいです仕立てが、はい。はっきり言って重さをも垂れ感も垂れてくるのも計算をしてつないでいかないとこれはできないんです。だからこれは奇跡な着物と言っても過言ではありません。恐ろしい。これはね、多分日本一の技術に近いと思います。こんな仕立てができることはないです。やっぱり皆さんどうやってるのとか素晴らしい。とんでもないです。とんでもないです。はい、クリスマスコーディネート。お、エンジョイガールズ。貯金始めないと。クリスマスパーティー。いきますよ。こちらは大胆な。大胆な。はい。おお、ふう。色が。目が覚める。これはパーティーに。なんかどう見てもこれも洋服系の生地っぽい感じですね。そうですね。はい。帯もまた面白いですね。なんかもう本当にもうディスコに入った感じですよね。動物柄のような。そうですね。もうモダンな感じで来ました。帯留めもすごい。帯締めのこういう使い方もいいですね。こう斜めにこう。そうですね。ラッテンを描くような感じです。お、木越しばりさんのカハナの、ブランドですね。行きましょう。ちょっと間に合うかな時間が、まあ。ちょっと巻かないと間に合わないかしら。はい、こちらです。うわこちらもね、水玉も結構最近出てきてますね。さっきもそうですし。はい、やはり木越しばりさんはこういう今あれですね、ちょっともうあのレトロモダンって感じですね、はい、香りかっこいいんですよねこれ。香りかっこよかったですねこれね。シースルーコート、はい、はい、お袖と、はい、あれで分けてるんですね、はい、これもう一つが木越しばりさんで振袖ですね。わーお、クジャクだー、クジャク。これはねこれ目を引きますね。これは目を引きますね。パーリーだ。迫力ありますね。すごいです。はい、豆崎さん、気軽な着物目がさということで、日々楽しむ着物ということで言っています。あと17体です。あと17体間に合わない。はい、きます。あ、真っ白。もう本当にシンプル。そうなんです。これ見ていた方が半襟と帯揚げと帯締めと全部同じ色で揃えるのは勇気がいるけど、これはすごいいいわね。シンプルなんだけども、はい、秋を重させないというか素敵って思わせれる、はい、こういう白っぽい着物を着ると勇気いるんですけどね、はい、素敵でした。はい、豆作さんですかね。気軽な着物、松の内と書いてあります。はい、行きましょう。お正月、あ、そうですよ、お正月こういう、あ、お正月って感じします。お正月らしいですね、この鶴ね。やはりしかも半襟を見てください。入りなんですかこれ。水引き、はい、水引きの刺繍ですか。はい、水引きの刺繍がしてありますね。お正月にぴったりですね。で、帯が、はい、あれ帯の画像持ってます。来ました、来ました。亀の帯留め。鶴は千年、はい、亀は万年ということで、またお正月から縁起がいいという、はい、しかも紅白。そうなんです。もう考え合いすぎ。で、鶴が飛んでますね、後ろから見るとかっこいい、はい、ドットスカーフ振り袖。もうレベル高いですね、今回本当にね。見ていきましょう。これはドレスのような着物でした。わー、これはもう完全に、エヴァの感じで、はい、振り袖というか、もうなんかこれはもうなんていうんですかね、ドレスですね。ドレスですね、ワンピースな感じですね。ワンピースですね。帯も同じ柄ですしね、はい、まあ、こういうの若い人が今から好きになってくださるのかな。ワンピースがハイヌっぽいぞって。ハイヌっぽいですかこれ。そうですかね、そうですかね、うん、お洋服感覚こういうの流行りそう、うん、流行ってもらってもいいと思います。早なやかお呼ばれスタイル、京都小泉さんですね、はい、はい、レモン色って、あ、綺麗、レモン色ですね、はい、はい、黄色が綺麗な着物でした、はい、あ、すごいすごい。あ、こういう着物っていうのはね、光沢感、絹の光沢感で見せててね、光がすごいですよね。ちょっ
と黄色が濃く出ちゃったね。なるほどなるほど。もう少しレモン色でしたかね、はい、薄い黄色でした、はい、パーティーの装い、はい、双葉屋さんですね。マリンテイストってことでいきましょうか。ちょっと待って、値段がすごいなこれさあ本物でしょうね。野生のシルクですね。野産紙ですか。野産紙です。野産紙出てきました。ドン手織りの生地だそうです。やばいです。これはまずい。こんな着物作っちゃダメだこれはもうなんていうかな、髪の毛もきちっと結っていただいて、はい、銀座のね、あのね、風を切って歩くような、膝を切って歩いていただきたい。そして帯がドンペリあたりをピシッと手刺繍の、手刺繍でしょうねもう着物のこの高級感ももう画面からでも伝わってきます。明らかに一線を画す着物ですね。これはダメですね。あ、もうこの刺繍も凄まじい刺繍のオーラが出ています。もうまさしくダメですね。これエヴァになってますからね音声どうですか。こっちでは大丈夫なんですけども、うーん、これ途切れ途切れっていうのは多分音だから大丈夫です。はい、新年早々歌舞伎でも、あ、もう今から出てくるのはちょっと真面目なタイプが多いですね、はい、これは大人の女性の皆さん見てください。もうこれはね、歌舞伎とか見に行くのにはこういうスタイル、新年の顔見せとかね、はい、ちょっと気合が入った時の装いですね。もう大人です、完全なるおしゃれ着ですね。おしゃれ着です。これ普段に着ちゃダメですね。だいぶ気合が入ったおしゃれ着ですね。はい、これは普段に着ちゃダメです。お、武田線香さん来ましたよ。名古屋です、はい、黒紋付きと喪服を一緒にしてくれませんかと。一緒にしちゃいけませんですね。あ、一緒にしちゃいけません、はい、ごめんなさい、ノットイコール喪服です。そうそう、ごめんなさい、一緒にしてみちゃいけません晴れの時も黒紋付きを着てくださいという提案ですね。はい、はい、帯をこのように豪華な帯をすれば、はい、喪服でも、礼装として黒紋付きでも、はい、あ、黒紋付きでも、はい、礼装の着物として使えますよ。黒は喪服代はありませんよ、はい、ということですね。最高位礼装の着物ですよ、はい、ということで提案していただきました。帰っていいかもしれません。シンプルでね、留め袖じゃなくても、はい、さあ室賀風さんが出てまいりました。こちら素晴らしかった、はい、もう室賀風さんはねデザイナーですからね、いわゆるもうファッションショーをやられる方からも東京着物コレクション出していただいている方だから、はい、もうちょっと一味も二味も違いますよ、はい、これぞない地中海と地中海わで、デザインが素晴らしいですね。吸い込まれそうですね。吸い込まれそう。これでこれ綺麗、すごいね、これ素晴らしい。いいですよね。もう感性がビンビンに響いてきますね、はい、地中海でね出てきそうですよね。帯もねシンプル、邪魔しない、ぼかしのグラデーションがかかる、ぼかしのグラデーション。そして南紬さん、こちらもやばいやつでしょうね。これすごかったです。これもやばいやつですね。奄美大島のやつですね。いいものも見てほしい皆さん、ぜひとも この辺りはいい着物が連続です。もうビカビカに光ってますからね。ビカビカですねもうこの光沢感がはい、これは絹以外ありえません。はい、もうすごいな。これはこれ織りですね、先染めです。はい、織りです。悪いけどこの横糸に入っているこの紡ぎ糸も、これはすごい黄金シルクでしょ、はい、あ、黄金眉をおそらく入れてしまっておりますね。これは絶対に先染めですから、これはいかんこれはいかない、これはいけない。この帯もそうですね、この帯もそうですね。織りです、手織りでしょうね。これはいけない、光沢感が半端ない。これはダメです玉虫色をしております。はい、トーレシルク今の後にトーレシルクを持ってくるのかまあこの差がまたこのサローネらしくていいですね、はい、隣にポリエステルがいきます。はい、行きましょう。そうか、これ好き、ボジョレ・ヌーボーのスパークリングワインの帯ですね。あー、片身代わりで攻めてきてるんですね、はい、そうです。なるほど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 、帯が素敵ですね。帯が可愛らしいですね。これやっぱり多分これは今のねデジタル染色を使ってますね、こちらはね、絶対そうだと思います。なるほど、やはり先ほど見たあの大島紬のそのね、どうだ見てくれとはまたちょっと違った、この一個気が抜けたというか、あ、いいなって思わせる方はこっちの方がまあ楽な気分に
見れますね。はい。はい。あと何体でしょうか。あと8体でございます。いや、ちょギリギリいくよ、これ。これは卒業式にこういうスタイル。これ、袴が素晴らしかったです。袴がね、これ面白いですね。はい。はい、袴の紐の部分と、あとセーターですかね。はい。後ろの部分に。ベルトみたいになってるんですね。はい。これ新しいですね。これ可愛いですね。これ受けそうですね。今の若い子に。今までの袴って後ろがのっぺらぼうだったじゃないですか、うん、そうそうそう、そこに模様が入ってきたので、これはいいかもしれませんね。素晴らしいですね。キャーキャー言っていましたと、やはりキャーキャー言ってたと思う。これはい、クリサディ姿いきます。大人可愛く、あ、これはね王道ですね。定番な感じですね。これはね、逆に僕は今でこそこういう着物着たら目立ちますよと、はい、今デカデカな着物が多いから、今でこそこういう本式なお正月日本もうIt's Japan、 これぞ日本の振袖。そうですね、はい、これがスタンダード、ジャパニーズスタンダードって感じですね。これは夜桜おひじが出てきそうな、はい、これも舞台で映えそうですね。これは舞台衣装っぽいですね。大胆な夜桜を全身にあつらえて、これはあしらえてか、いかん。これは先生が着る着物ですね。これはもう先生級の方が、はい、うわーすごいすごい、おお、演歌歌手だ、はい、夏の思い出です。はい、おお、なんかこれあれですね、油絵みたいな。そうですね、絵画のような、タッチが水彩画みたいな感じで、はい、はい、なるほど。で、帯と一緒、これは、はい、そうなんです。なんか写真のような感じで、へえって感じですね。うわー、もうこれで分かってきましたね、今年の流行ね。同じものを入れてしまう、はい、着物と帯にひまわり丸ごとキャンバスだって表現してます。なるほど、これは何て言うんですかね、娘、娘道成寺、あー道成寺ね、舞台の演目ありますね、歌舞伎のね、はい、はい、道成寺、わーすごい、これもまた上品。もうこれぞマーダムの着物でございます。こういうのがもう大人向け、いやーこれは結婚式にも通用しますね。十分正統派でございます。そしてドレス感覚で装う着物、はい、非常に華やかで、あらら、これまた大きな柄が肩についちゃってます。素敵ですね、柄が素敵ですね、面白い。バラですね、はい、肩からずっとこう柄が続いてました。これもね、帯と同じ柄っていうね、もうちょっとね、うん、変わったな、流行来てますね、完全に変わりましたね、着物の流行が。同じものを持ってきちゃう、もう帯も着物も同じ柄、現代的だって表現されてますね、はい、アンティーク復刻振袖、はい、アンティークですね。復刻、すごい色だ、アンティーク復刻です。いや、もうちょっとですよ、しごきです、しごきを使ってますね、前にね、バーンとしますね、目に飛び込んでくる感じ、はい、これしごきって言うんですね。これしごきですね、古いな、しごき、まあ今の七五三はみんなしごき使いますけど、はい、はい、お嫁さんは昔しごきやってますからね。はい、これもアンティーク復刻という単焦大正ロマン、ああなるほどなるほど、すごい、はい、猫ですかこれ、猫ちゃんかな、猫ちゃんたちがいっぱい入ってますね。アンティーク復刻ゴスロリスタイルみたいな感じですか、袴履いて、はい、はい、終了でございます。ぴったり、なんとか間に合いましたね。さあ、なんとか間に合いましたよ。どうですか皆さん、さすがですね、いやー素晴らしい。というか、もう本当に今年の百体コーデ、はい、余すところなく今お伝えしましたけど、皆さんどう感じましたか。僕にとってもね、去年も素晴らしかったと思うんですけども、今年もですね、まあ負けじとというか、またレベルアップした、どんどんクオリティ上がってきますね、はい、でですね、前までは何か小的な感じを各社がね、もう出さなきゃっていう感じで出してきたのが、今着てほしい、これを着てほしい、この先こうなってほしいっていう思いがこもったコーディネートたちだったと思うので、すごく現実的な感じがしました。
で、まあ、もちろん賛否両論はあると思います。私は嫌いだわ、私は好きだわっていうのが今回はね、はっきりと分かれたコーディネートになったんじゃないかな。はい、バラエティに非常に富んでましたので。そうですよね。はい、そこがまた良かったかなと思います。うん、まさしく正統派からもうむちゃくちゃカジュアルまで、幅広い年代層に受けるような百体コーデでありましたね。個性的なものが多かった気がしますですとか、うん、はい、あのコーディネートに参考、あ、コーディネートの参考になりますですとか、うん、あとは提案が個性があっていいです、リアルクローズ、そういうコメントが来てます。なるほど、これが本当のリアルクローズだと思います。やっぱりね、僕らの業界も実はもうこのサローネとかカーニバルで僕は分かったのは、もうこれからの提案はトータルだと、はい、絶対に帯だけ売っててもダメだし着物だけ売っててもダメ、こういうコーディネートトータルでやったらかっこいいんじゃないですかっていう提案をしていかないと、やっぱり着物っていうもののファッションが今までだととにかく式に着たいとか特別な日に着るっていうものだったのが、今この100体も見ていただければ分かると思うんですけど、わざわざこれを着て出ていきたいっていう、例えばクリスマス、正月、いろいろ決めていくファッションのセンスを着物だからこそレベルアップさせていけるよっていうのが、僕は知ってほしい着物の魅力なんですね。こうでなくてはをいい意味で壊していてすごい楽しいと。おっしゃる通りですね。やっぱりね、今回出てきてくださった皆さんほとんどがですね、この冒頭に僕が言った通り、もう今をときめくメーカーさんばかりです。どういうことかっていうと、もうマーケティングをしっかりした、ちゃんと前を向いている、これからの未来を向いている人たちがここに出てきてるんですよ。ということは、アズマイも入ってるんですよ。大丈夫ですか？ときめいていますか？アズマイはときめいていますからね。大丈夫ですかね？はい、こんな田舎の呉服屋でも、もう僕のやつ提案もですね、結構受けていて嬉しかったんです。あ、これ面白いねって男の人から言われていましたから、横で聞いてて、あ、よかったなと、出してよかったなと。だから王道王道で今まで攻めてきた男を、どちらかというと今のコーディネートたちは遊びを心くすぐっていた、はい、そして今度逆に女性の方も一度モノトーンで落ち着いたところから一気にカラフルになってきましたよね。これもね、やっぱりこのままじゃっていうところを外してきてますよね。これ素晴らしい、あの僕は提案だと思います。はい、どうでしたか皆さんも ね、 ね、テーマを限定していないのが正解だと思いますと。あ、そうです。今回も着物サロンではとにかく各社自慢のコーデということだけで、はい、やってますので、あまりこちら側からこれしろああしろとは言いませんでした。大正解だと思います。そうしないと結局はね、みんなそれぞれあのテーマ決めてしまうとね、統一感はあるかもしれないけど、面白くない。100体も同じのが並んでてもね、自分の店のやっぱり得意分野を伸ばしたりとか、その逆の提案もしているところありましたよね。それが面白かったね。ありがとうございます。さあ、どうでしたかね皆さん。これはね、後からね、もう一度見直してもいいと思いますよ。はい、ハイビジョンで見応えがある、はい、あ、解説感じになりましたね。最後このじゃあ、そうですね、これよろしくお願いします。はい、これね、私、今日着てるのがまさしく百体コーデで出してた、当店の新作ですね。ネビュラス、はい、これなんで間違えるんだろうねネビュラスです。はい、どういう意味かっていうと、ネビラスっていうのは英語で星雲、星雲、星のなんかこう宇宙の中に、はい、星の雲ってやつですね。雲ですね。それをイメージしたものなんですけども、実はですね、これは当店の地元は愛知県でありまして、名古屋に黒門付き染めという、はい、伝統的工芸品があります。はい、そこの染め屋さんに、黒でね、いろんな可能性をやってらっしゃる方がいて、もともとこの柄はですね、ショールとかお洋服にしていた柄だそうです。それを僕はなんで着物屋なんだから着物でやってみたいということで、逆輸入というか、はい、もともと和服を染めてたところが洋服を染めて、洋服を染めたところが着物をもう一回僕が頼んでやったと。はいはい、質問来てます、はい、それって男性だけですか？違います、女性ものも実はあるんです。でこれが、なんと今赤とかあと紫っぽい色とか今やってまして、もうすぐ多分この東屋の、ホームページにも
出てくると思いますので気をつけて見ててください。実際この黒女性着ててもかっこいいですよね。黒は全然大丈夫ですよ。でこれねその代わり一品ずつ全部手絞りなんです、はい、これ絞りの柄なんです。絞り、はい、これ絞ってるんですね実は、まあ、特殊な染色方法なんですけどもこれはね二度と同じものができないです、はい、ですからちょっと気をつけてほしいのは同じものを3代目と全く同じ柄欲しいって言ってもできません。でもぽいのができます。同じっぽいということは自分オンリーワンですからそれも一つ楽しめます。いろんなバリエーション今からたくさん作れますので、ぜひともご相談ください。でしかも生地はいろいろ選べます。三河木綿でも作れます。私のこれは絹木綿で作りました。はい、絹でも作れますので生地から選べるということですか。そうです、全部生地から選べて一旦ずつ染めてやっています。ほう、で実はもう数そんなないんだけどね。はい、でも三河木綿だったらいくらでも大量生産できますので皆さんですねぜひともこのネビラスちょっと興味あるわとか興味あるっていう人はねメールでもいただければですね私がこんなパターンもできますよとかこんなパターンが実はできますよっていうのを言いますのでこれで意外とね目立つようでそんな目立たなくてもかっこいいって皆さんに言われて僕気に入っちゃったんですね。これ後ろから見てもこうほらかっこいいですよね。はい、これ着やすいしね非常にこれうちで洗えますしね。うちで洗える、もちろんこれご家庭で洗えます。絹木綿、絹が入ってるんですけど、はいはい、ご家庭で洗えますけども、帯がいいんですよ博多織です。博多今でいい帯をつけてますね。お高いですよね。確か絹木綿で8万円ぐらいかな。そのぐらいです。で三河木綿で6万、6万後半ですかね。6万ぐらいだったかな。6万後半ぐらいだったかな。そっから仕立て代ですね、はい、夏に向けて綿麻とかっていうコメントが来てるんですけども、そうですね、いろんな可能性があります。綿麻でもできると思います。白生地を持っていけばいいと思います。おじやでも、おじやでやれるかどうかちょっとね試してみないと、試してみないと分かりませんけども、これから出てきますのでね、ぜひとも皆さん楽しみにしてください。じゃあ来週の放送なんですけども、はい、来週はですねちょっといろいろまだ今聞いてるところなんですけども、またサローネのねファッションショーなんかがありましたけどちょっと流していいかどうか聞いてからになります、はい、来週は来週の放送でお楽しみください、この後裏番ありますので裏番もお楽しみに。さあ今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんまた来週の放送をお楽しみに。またね、またね、ありがとうございました。